して検証実験、いわゆる再現実験というものもこの4月から始まりました、うん、そして4月9日のあの尾形さんの反論会見、うん、スタッフ最後はありますということで、もう非常にこの発言は話題を呼びましたけれども、待っていた時期でしたので、研究者としては本当に絶対絶命の危機にあのいたと思うんですね、はい、でそういう時にその、まあ、こちらレシピっていう言い方もなかなか研究者 の、 あの人は使わない表現だと思うんですけれども、じゃあそれが、そうですね、自分で苦手ですっていう方にはあまり会ったことはないんですけれども日本人はね、あれなんですよ、どうしても英語はネイティブじゃないので下手なんですよ、基本的には。ですからこう上手い人に直してもらうっていうのはまあ基本的だと僕は思いますね。あ、これ基本的なことなんですか。僕もよく直してもらいました。